寒い、マジ寒い。おう、寒いと思ったらこんな天気だったんだな。そりゃ俺も起きらんねえわけだよ。うんうん。にしても朝飯食いっぱぐれたから腹減った。飯田橋着いたらコンビニでパンでも買わねえと死ぬわこれ。つうかおめえさ、こんなところでぼーっと突っ立ってんなよ。遅刻すんぞ。確かにな。そういや電車やべえな、止まってるかも。あ、そしたら俺今から家戻って飯食う時間あるかな。そうだけど俺にとっちゃ飯も同じくらい重要なんだって。お、すげえ雪。うん、暑さと一緒にね。こんな天気だし早めに出ようと思って。でもこの様子じゃかなり積もりそうだね。お、じゃあ帰ってきたら雪合戦しようぜ。夏目も呼んでさ。嫌だよ、もう暑さったら釣れないんだから。そんな釣れない子にはチューするぞ。僕が釣れても釣れなくても君はしたい時にするでしょ。何を今さら。うわあ、暑さが冷たい。この降りしきる雪のごとく冷たい。俺のちっちゃなハートは儚い音を立てて崩れてしまう。ただでさえ寒いんだから、これ以上薄ら寒くなるようなこと言わないでくれる椿。さあ戦した。でもこんな天気だと伊織は今日家から出られないだろうね。だな。ああ、まあなんだ、雪の日には伊織はちょっとだけポンコツになっちゃうんだよ。椿、そんな言い方はないでしょ。だってさ、あんま彼女に心配させたくねえだろ。そっか、そうだね。寒いって言ったんだよ。いつまで玄関前で喋ってんだよ。マジで遅刻すんぞ。椿、僕たちも行こうか。ああそうだな。二人も行ってらっしゃい、気をつけてね。おう、行ってくる。帰ってきたら君も一緒に雪合戦しようね。無視していいから、ほら椿、早く行くよ。妹ちゃんか。おかえり。外寒かった？鼻の頭が真っ赤だよ。そう、止まないか。ああ、いや、元気だよ。すごい元気。でも寒いと、なんだか動きたくなくなるんだよね。妹ちゃんが俺のことを温めてくれたら嬉しいんだけど。何？ポンコツ？誰がそんなことを、誰がそんなことを言ったんだ。ごめん、いきなり大きな声を出してびっくりしたよね。
妹ちゃんが気にすることじゃないよ。そっか、そうだよね。昔いろんなことがあってさ、伊織はちょっとだけ雪の日が苦手なんだ。うん。ねえ妹ちゃん、悪いんだけどこれ以上のことは言えないんだ。ごめんね。ただ一つだけお願いがあるんだ。今日は伊織の部屋には近づかないでやって。伊織を一人にしてやってほしい。いいかな。ほら、こんな天気で気がめいっているところに、受験勉強で少しナーバスになっているみたいでさ、そういう時って誰かの気遣いがちょっと重たかったりするじゃない。まあそのうち気分も浮上するだろうし、今放っておく方がいいのかなって。妹ちゃんはそう思わない？うん、よかった。それじゃあ俺は一度部屋に戻るよ。ああ、今日は寒いし、夜は鍋物が食べたいかも。教人にそう伝えておいて。